城田理香さんは元 AKB48 のメンバーで米沢るみという名前で活躍していました。AKB48 を卒業して2年後にはセクシー女優として活動し始めます。今回はそんな城田さんの生い立ちを紹介します。1991年6月6日に埼玉県で生まれました。元 AKB48 の大島優子さんとはお互いの母親が幼馴染であったので小さい頃から何度か会っていたようです。小学校を卒業した城田さんは大矢口中学に入学、高校は日の出高校に入学します。高校を卒業すると帝京平成大学に入学し心理学を専攻します。2006年12月3日に第3期 AKB48 追加メンバーオーディションに合格しました。2007年4月8日からチーム B の一員として活動しみんなから、ヨネちゃん、と呼ばれ、この時のキャッチフレーズは、世界で一番公演が好き、でした。同期には AKB48 メンバーの中でも人気が高い渡辺真由さんがおり、真由ゆ、というあだ名は城田さんが名付けました。その後も島崎遥さんがあだ名をまだ決めてなかった時に、パルル、と提案したところ、渡辺真由さんのファンだった島崎遥さんはそのあだ名に決めました。当時城田さんは言葉の語尾を重ねることにハマっていたのでそのようなあだ名をつけたようです。2009年6月から7月に実施された AKB48 サーケンスシングル選抜総選挙では22位になりアンダーガールズ入りを果たします。その後8月26日に発売された言い訳メイビーに収録されてた飛べないアゲハ蝶でセンターを務めました。2010年の1月から放送されたテレビドラマのマジスカ学園でライス役として出演します。3月12日からはチーム K の一員として活動し始めます。5月から6月に実施された AKB48 セブンティーンスシングル選抜総選挙では34位となりアンダーガールズ入りをまた果たしました。同年10月にはカレンダー。11月にはソロ写真集を発売し多くのファンが手に取りました。しかし2012年20歳の時にツイッターの裏アカウントが発覚しそのアカウントから男性との交流が頻繁にされていることが発覚してしまいます。そのアカウントでは100枚近くの男性との写真がアップされており同メンバーの平島夏美さんも写っていました。バレてしまったきっかけは元ジャニーズの手越優也さんのファンが手越さんの裏アカウントを探していた時に偶然、城田さんの裏アカウントを見つけてしまったためです。そのことを機にミクシーの裏アカウントもバレてしまい2011年の夏頃まで彼氏がいたことがバレてしまいます。男性との交際発覚から8日後の1月28日に AKB48 を抜けることを申し出て2月5日に行われた握手会で AKB48 を正式に脱退しました。城田さんは自身のブログでファンと関係者への謝罪と感謝の気持ちを伝えました。選抜総選挙でランクインするほど人気は高かったのですがシングル代表曲では選抜メンバーに入ることはありませんでした。その後7月に M's Enterprise に所属することを発表しオフィシャルブログも開設します。同年10月にはテレビドラマ、ドクター X で看護師役としてレギュラー出演。12月には映画、七死の十字架。でデリヘル条約をこなし脱退しても芸能活動を続けました。しかしトースポのインタビュー記事で脱退前に彼氏がいたと発言してしまいファンから非難されることとなりました。その後、2013年からは舞台を中心に活動し始め、2月には舞台の人狼座、ライブプレイングシアターでレギュラー出演します。4月には、おう吠えろ、叫べ、打ち砕け、すべてのくびき、を引きちぎれー。という舞台で初の主演を務めました。しかし同年12月頃に事務所の公式プロフィールから突然削除されオフィシャルブログも閉鎖し翌年の6月には公式ツイッターも削除されました。急な芸能界引退からファンが困惑していたその後、2014年11月31日にフライデーに元 AKB48 人気メンバー衝撃の完全ヘアヌードと記載され袋とじグラビアに掲載されます。その時は城田理香という名前で出ていました。さらに制作中の映画で濡れ場に挑戦することも発表されました。ネットでは発売前日から騒動になっており、そのことで AKB 運営側は猛抗議したそうです。その後12月1日にセクシー女優デビュー。
AKB48 メンバーだった頃は人気が高かったため即日完売し在庫切れとなったようです。しかし出演は1本だけで2本目以降はリリースはされていません。その後芸能活動は全くされることはありませんでしたが、インスタグラムなどの SNS は続けていました。2017年にはアミューズメントカジノ店六本木バックドアで会いに行けるディーラーアイドルとして働き始めます。同年には結婚し、翌年には出産して子供がいるとの情報が某掲示板に投下されていました。今後どのような活動をしていくのか注目ですね。